岩手の南部鳥ね。どこの？岩手。うん。岩手県南部鳥の桃肉。あっちの方の肉は南部鳥って言うの？ちな、いろいろあるあるろけど南部鳥は、うん、一番あのサンシャインでは高級の方。うん。おばあちゃん嫌やしね。もう塩コショウでやろうか。照り焼きがいい。ねえ、塩コショウばっかりやったもんね。うん、塩コショウばっかりやった。はい。うん。ちょっとほら、この皮の方からいける。皮の方から。コツかね、鶏焼く。鶏焼くコツ言ったかね。鶏を焼くコツ言ったかねというわ。あのね、これ油やろ、うん、こっちは。皮がついていてるから。うん、で、さっき油を、油引いてないから、フライパンにも、うん、そういうのもいいじゃない。それで油の方から先焼いて。あ、そうか、油なしでいけるんやね、それ。そうそう。あの、照り焼きは。あの、皮の方から、ね。うん。皮の方からやって、うん、あるせいじゃね、ちょっと美味しいわね。うん、美味しい。ま、肉が、うん、全部スライスしてしまった。ニンニクはまた効いた方がうまい、ね。スライスしてしまった。うん。こんなに油が出る、この見て。ほら。ほら。そんなこと。ね、ほら。すごいね。だから、これ美味しいよね。南部鶏も、南部鶏は、あの、サンシャインでは一番高いね。鶏やったら、宮崎とかも美味しいんやない？宮崎の鶏は、あっさりやらんね。あ、そう。宮崎県のあの、和牛はあるけど、和牛は、うん、いや宮崎の鳥はね、なんとか言って、あのほら、なんとかエースワンにある。なんとかってない、それは南部鳥の方が美味しいわ。うん、うん、そうなんや。美味しいと、それ言われんね、そんなこと。うん、そんなことは言われんのけどね、おばあちゃんは南部鳥が美味しいわ。うん、美味しいね。宮崎の鳥はこんなにタコないよ、うん、ニンニク入れる。それはニンニクをスライスして冷凍しよったやつ。そう、普通これじゃないのしかね、これは振ってね、うん、タレの中に入れたら一番良いけどね、うまい。あ、うん、全部スライスして、うん、あの冷凍しておいて、うん、でもこれでもなんとかなると。うん、これね、焦げ目がつく場所だけ。ほら、うん、見て。どれ？ほら。ああ。焦げ目がついたら、ひっくり返す。うん。ああ、うまそうな。待って。久しぶりに食べるよ、これ。久しぶり。でも、あの、鶏はちょっと食べたけど、塩コショウじゃった。うん。そう、塩コショウばっかり。うん、鳥は一気に食べだしたよ。でも最近照り焼き食べてない。いや、ここも焼けてなかった。まっかり、ほら、まあまあ、いいか、もう一回やる。でも雑草を焼けたね。ははっ、雑草焼けたね。こういうよ、こういうような焦げ目をつけるから照り焼きにやろうかね。うん。いや、知らんで。知らんで。まあ、いい匂い。全然、全然ついてたらね。うん。
まあね、南部鶏は高い、確かに。おう。うん。ただ、八金鶏のもあるけど、うん。あれね、高いね。おう。土佐汁の、ね、系列だね。どっちがうまいのか、どっちがうまいの。おばあちゃんはこの南部鶏しか買わんて。うん。もう南部鶏ばっかり買うよ。そうやね、大体買うの。確かあと宮崎の肉、宮崎の肉が、ほら、桜の絵の描いた、あの、タッパイ入った、タッパイじゃないわ。あんなの絵入ったらね、うん。あの、エースワンにある。うん。うん、あれ、わからんけど。あの、割とね、人気はあるみたいな。まあ、エースワンそんなに、ほら、うん。何十クロースの和牛代っていうのはあんまり置いてないじゃない。おあのそれの方が分からん、あるかも分からんけど、分かったもん。肉はもう盛況じゃろ。うん、ほとんどね。うん、だから鶏は単体、鳥は、そうだね、うん、こればっかり。うん、美味しいわ、照り焼き。美味しいもん。だから、いや、ついたのか、長くか、こういうのや、こういうなんて言うの、こういう色ですかね。まあ、これ、冷やして、じゃあ、うまそう。なるよ。はい、あれを作って入れるから蒸し焼きするっていう。はい。全然。まず。よう使うもん、みりんもたぶんたぶん使うし、そんなに使われんかもわからんけど、変わらんよね。いや、でもみりん入れた方が美味しいね、確かに。みりんとお酒と、うん、なんか、面白いと、お砂糖がいい。うん、砂糖がいい。栄養砂糖入れるね。栄養砂糖、ああ。ええ、鶏焼きね。栄養砂糖高いもん。うん。これ、あんまり美味しく高いもんだったのに。うん。そうそう、こうやってずっと取り寄ったら、いちいち、あの、なんぼ入れてなんぼって言わんでも、だいたいわかる。いや、大体ってね、その時の、うん、あの、材料の、ほら、うん、材料の、大切、あの、少ないのも多いのもあるから、適当に味は、うん、いちいちは分からんけど、まあ、失敗しまって上手になりなさいや。うん。そうやね。自分の好みに、ほら、うん、ちょっとあんまり効かんね。うん、もうこれでええでしょうか。効いた？知らん。もう中中かね、あんまり効かったいかんけん。まあちょっとうおみとりかやきね。おそらおしいって言うんだよね。ちょっとしっかり焼いたぐらいが美味しいわね。やったね。うん、もうこれだけでいい。そうそう、お酢炊いたろ、うん、おスライスだろ。